ロルフ・ソレンセンは、デンマーク出身の自転車プロロードレース選手。1986年プロデビュー。1986年ムレラ、87年レマック、88から92年アリオステア、93年カレラ、94から95年 MG、96から2000年ラボバンク、1年 CSC、2002年ランドバウクレジット。2002年引退。 クラシックレース、ステージレースを舞台に幅広く勝利を収め、通算53勝。1996年アトランタオリンピックでも銀メダルを獲得し、ビアルヌ・リースと共に90年代のデンマークを代表する選手として活躍した。デビュー直後から着実に勝ち星を重ね、長きにわたってエース級選手として活躍した。客室としては集団から飛び出して、 高速を維持し、逃げ切り勝ちを狙うルーラータイプで、特に短く急旬な登りが連続するコースを、得意とする、典型的なクラシックハンターである。しかし93年のツールドロマンディ、97年の、ティレイのアドリアティコのプロローグを制したことからも、わかるように短い距離のタイムトライアルならば、それなりにこなす上、ゴールスプリントでも97年のロンドファン、 フランデレンにおいて、モンカスさんを破るなど平均以上の能力を発揮している。こうした、総合力を武器に単なる、クラシックハンターにとどまらず、ティレイのアドリアティコのようなミドルツールの総合優勝、グランツール前半の暫定トップ争い等にもたびたび絡む活躍を見せた。似たタイプの選手としては、イタリアのミケーレバルトリがいる 1991年のツール・ド・フランスでは逃げに、乗って3日間に渡り前をジョーヌを着用しているが、落ち者によって、鎖骨を骨折、前をジョーヌを着たままリタイアするという不運も味わっている。ありがとうございます。